金門島にある三民主義統一中国のスローガン対岸の甘いしにある一国制一中国のスローガン台湾問題とは中華民国が実効支配している台湾地区の主権貴族または政治的地位に関する中華人民共和国と中華民国の政治問題を指すなお両国の国内では両岸問題の呼称も用いられている台湾をめぐっては 両国の政党や論者により様々な見解がある。主な論点を挙げると、中華民国による台湾、宝庫接収の是非や国境内戦集結後の中華民国と中華人民共和国の関係、さらに現代における台湾人の基本的ルーツが現住民にあるのか、漢民族にあるのかなど、台湾の歴史、文化、政治の各方面に及んでいる。 台湾市の特徴は、外来政権による統治と、住民のアイデンティティの変遷である。先住民であるマレーポリネシア系の台湾、現住民は部族ごとに分かれて、国家を建設することはなく、また文字がないため歴史記録を残さなかった。岩長が13世紀後半に、宝庫諸島に行政機関を設置したという資料があるが、 台湾本島にまで領有範囲が及ぶことはなかった。その後、漢族の明朝が宝庫諸島を領有したが、やはり台湾本島にまでは領有が及ばなかった。台湾内部の歴史が記録されるのは最初の外来政権であるヨーロッパ人の到来以降である。17世紀になるとスペイン人が台湾東北部を一時領有し、さらには オランダの東インド会社が現在の台南市を中心として台湾島南部を制圧した。東インド会社は福建省関東に省沿岸部からの移住民を大量に募集して開墾を進めた。そのため労働力として関民族の男性が移入し現住民の女性と混結していった。その後後期惜しの旗印を掲げた鄭成功が 1661年から台湾のオランダ人勢力を攻撃した。翌1662年には最後の本拠地であるゼーランディア城も陥落させ、オランダ人はすべて駆逐されていった。帝政公は台湾を尊と解明して後期義シゲの拠点とした。1662年に彼が死去した後も息子である帝行が後期義シゲの基地化を進めていった。 天使による台湾支配はその後の清朝の攻撃によって短期間で終わり台湾は清朝の支配下に入ることとなった。しかし当初清朝は後進勢力を壊滅させるために台湾島を攻撃したので台湾島の領有には消極的であった。だが最終的には海賊の蔓延を防ぐという軍事上の観点から領有することを決定し 台湾に一府三県を設置した上で、福建省の統治下に編入した。ただし、それゆえに、台湾本島における政庁の統治範囲は、島内全域に及ぶことはなく、半ば見捨てられた、島状態となっていった。以上の経緯が、台湾独立派の主張する、歴史的に、中華人民共和国の台湾領有権は、不当の根拠の一つになっている。 原住民に対する感覚の間、福建省、関東に省からは、生活に急した多くの人々が台湾島に移住し、今日の台湾における本省人の礎となった。また、新朝は本来満州族による政権であったが、自らも漢民族化していった。そして、組織的に台湾住民に苗字や家系図などを与え、漢民族化を推し進めたのである。 その結果、平野部にいた平保族は激減していく。19世紀後半になると、新朝は日本や欧米列強の大外進出に対する国防上の観点から台湾の重要性を認識するようになり、1885年に台湾を福建省から分離して台湾省を新設した。1894年に日本との間で勃発した。 日清戦争に敗北したため、翌1895年に締結された下関条約に基づいて、台湾を日本に割譲し、台湾省を廃止した。日本に割譲が決まった台湾であったが、一部の新朝の役人が台湾民主国を建国して、日本の台湾上陸に抵抗したが、日本軍によって鎮圧され暫時閉定した。その後、日本政府は、 台湾総督府による統治を1945年まで実施し続けた。第二次世界大戦において日本は数軸国として参戦した。しかし、戦況は連合国が有利な立場となり、1943年に米国、英国、中華民国、ソ連の首脳が集まって回廊会談が開かれ、台湾の主権を中華民国に返還することが、 首脳間で取り決められた中華民国政府は1945年の日本敗戦後、連合軍の委託を受けて台湾に軍を進駐させた。そして、カイロ会談での取り決めを根拠として台湾を自国領に編入した。さらに1947年には2.28事件を契機に台湾省を設置することで台湾の統治体制をより強固なものとしていった。 ただし、1951年に、日本が、連合国側諸国と締結した平和条約では、日本の、台湾、方向諸島における権利、権利名義と要求の放棄しか取り決められておらず、さらには、日下平和条約においても、台湾における、日本の領土権の放棄しか明記されていない。そのため、現在に至るまで、国際法的には、台湾の主権移転対象については、 不明確な状態にあり、これを根拠に台湾の国際的地位はまだ決まっていないとする台湾地位未定論も唱えられている。中華民国政府は台湾の領有、統治を強化する一方で中国大陸においては厳しい立場に追い込まれていた。1946年から激化し始めた国境内戦は当初は中華民国政府が優勢であったものの、 年を減るごとに中国人民解放軍が優位な立場を占めるようになり、中華民国政府は少しずつ、しかし確実に支配地域を中国共産党に奪われていく状況にあった。このような状況は1949年になると急速に進展し、中華民国政府は4月に首都の南京を人民解放軍に制圧され、10月には 中国大陸の大部分を制圧した中国共産党が中華人民共和国の建国を宣言するまでになった。そのため人民解放軍に対してまともに対抗できないほど弱体化した中華民国政府は台湾への撤退を決定し国家の存亡をかけて残存する中華民国軍の兵力や国家、 個人の財産などを続々と台湾に運び出し、最終的には12月に中央政府機構も台湾に移転して台北市を臨時首都とした。このような中華民国政府の動きに対し、中華人民共和国政府は当初台湾への軍事的侵攻も検討していたが、1950年に勃発した朝鮮戦争に兵力を咲かざるを得なくなったため、 人民解放軍による軍事行動は一時的に停止したが、1954年、1955年、1958年に台湾へ攻撃を再開し、1965年に至るまで軍事干渉を続けた。一向、大規模な衝突には至っていないが、緊張関係は続いている。他方、小解析は2.28事件における数々の 虐殺行為や戒厳令を指揮、白色テロによる支配を行ったため、根強い拒否反応を持つ者が多い。また、紹介石が、本省人知識階級を大量虐殺し、日本語の使用を完全に禁止したために、台湾経済の発展は大きく後退したとの説も、ある。また、紹介石が、反抗大陸のことを第一に考えたため、 アメリカや日本などの説得を無視して国際連合を脱退したため台湾は現在のような国際的に国家としては承認されない状況に陥ってしまったとする見方もある現在でも台湾社会では世代によって民族的アイデンティティや使用言語が異なるケースも少なくないまた現住民を祖先とする独自の台湾人なのか 中国人の支流としての台湾人、あるいは中国人そのものなのか、という貴族意識の分岐も存在している。中華人民共和国政府は、一つの中国原則を主張し、二重承認を絶対に認めない立場を取っている。台湾当局は、李登輝が相当に就任した後、中華人民共和国とは別個の国家としての中華民国の地位を、 明確化しようとし、二重承認を容認する動きも見られた。1989年にグレナダと国交樹立した際、同国に中華人民共和国との断交を求めなかった。一方、中華人民共和国は、同国と断交し、二重承認とはならなかった。今日、二重承認が実現せず、また、台湾を承認する国は年々減少している。 中華人民共和国政府が態度を軟化させない以外にその理由として以下が挙げられる。1997年7月、香港返還に伴う在香港総領事館の存続問題である。ネルソン・マンデラ政権下の南アフリカ共和国は二重承認に踏み切ろうとしたが、総領事館を設置していた香港が英国属領から 中華人民共和国の特別行政区に切り替わったことで総領事館の設置に際して中華人民共和国政府から同国の承認と中華民国の国家承認取り消しを求められたそうしない場合領事特権のない代表部に格下げすると迫られた航空便も乗り入れ台湾、香港系移民も多い南アフリカ共和国が 香港との関係を維持するためには中華人民共和国との関係構築が避けられず中華人民共和国との長期的な経済関係拡大も見越して1997年限りで台湾の承認を終了1998年に中華人民共和国を承認し外交関係を開設した中華人民共和国が 国際連合安全保障理事会の常任理事国であり拒否権を有していることである。ただし、中華人民共和国が現実に拒否権を行使した例は過去4回しか存在しない。中華人民共和国を承認していない国が安保理で扱う議題の当事国となった場合、有利な案件は否決され、不利な案件は可決されるリスクを負う。具体例は、 マケドニア共和国である。同国は一度、中華民国を承認したものの、国連 PKO の派遣に関する決議を、中華人民共和国に妨害されることを恐れて、撤回した。中華民国を承認する国は、台湾の潤沢な経済力を背景に、経済援助を目当てにしている国が多い。こうした国々は、アフリカや中央アメリカ、 南太平洋の島々を中心に存在する。いずれも小国であり、国連などの国際機関などで、中華民国の参加や加盟に協力はするが、それを実現させるほどの政治力を持っていない。少数でも承認してくれる国家があることは、主権国家としての存続に必要不可欠だと、歴代台湾の中華民国政権は認識している。台湾において、 民進党出身の陳水編政権も同様である。陳水編は、総統就任直後、四不一没を表明し、独立路線の棚上げと、対中関係の改善を目指した。ところが、2002年8月に、陳が民進党主席に就任した日、中華人民共和国政府はナウルに、承認切り替えを行わせた。これに反発した陳は、 一辺一国発言をした。中華人民共和国も経済援助を用い、中華民国を承認する国々を切り崩し続けた。そのため、陳政権にとっては、中華民国を承認する国を確保することが緊急の課題となり、一辺一国発言に沿う、はずの二重承認の実現まで毛が回らなくなった。そのため、台湾側も、 政府承認の切り替えのみに注力する結果となった。中華民国が国際機構や主要国に認められなくなったため、台湾の国際参加には様々な障害が伴っている。そのため、実際には領域としての参加を余儀なくされている。その場合、台湾の故障が政治問題化する場合も多い。国際社会における主な台湾の名称には以下がある。 IOC や FIFA などスポーツの国際機構には国家承認問題を棚上げしたままチャイニーズ台北という地域として参加している。また、中華人民共和国を承認しない場合では北京当局、中華民国を承認しない場合は台湾当局という故障を使用する場合がある。台湾移転後も国民政府は中国を代表する正当な国家としての立場を 継承する立場にあることを主張した。国民政府が台湾地域のみを統治することを内戦中の一時的な措置とした上で台湾を含めた全中国の領有権を主張してきた。また自由地区のみによる選挙の実施は全中国の代表性を損なうと主張し民主化運動を法理独立とみなし弾圧した。小渓谷政権は戒厳令を解除し、 中華民国が中国大陸を実行支配していないことや中華、人民共和国政府への対応を始めた。国家統一委員会の設置、それによる国家統一考領の制定、さらに中華民国憲法の改正により自由地区における国政選挙の実施を行った。ただし、会見は憲法本文を形式上を残し、追加修正条項を設けた。 これは一つの中国原則を主張する保守派への配慮であった。また、中国大陸を大陸地区と呼称し、外国として認めたわけではない。また、中華民国政府は、今日まで中華人民共和国を正式に承認していない。国民政府の一つの中国原則では、外モンゴルの領有も主張しており、現在のモンゴル国とも正式な外交関係がなく、 実務関係と代表部の設置に止まっている。中華民国政府は、中蘇友好同盟条約を正式に破棄した1953年に、モンゴル国独立の承認を取り消したとしてきた。しかし、バエー級政権下の2012年には、大陸委員会が、1946年の中華民国憲法制定の時点で、モンゴル国の独立をすでに認めており、 憲法第4条で中華民国の領土とされる固有の領域にモンゴル国は含まれないとの資料を発表した。台湾での国政選挙の実施により中華民国は事実上の台湾国家となり改元令前の国民政府の言う法理独立は達成された。残る問題は中国大陸の中華人民共和国政府との関係や台湾。 中国大陸を包摂する全中国に関する定義付けであった。これに関して政府、一国に政府またに国論が提起された。李登器総統の両国論について民進党は支持し、また心理的に抵抗を覚えた連戦も余儀なくされ、ういうもあからさまに反対できなかった。そのため、両国論は一定程度台湾の各政党に引き継がれた。 選挙終了後、しばらくは、李登輝が国民党党首として、民進党の陳水編政権に協力し、そうそが、新民党を結成したため彼と国民党の対立が、増した。その間は、各党の見解に、大きな変化はなかった。だが、2001年に、李登輝が、台湾団結連盟を結成し、国民党から除名されると、与野党の対立が、 顕在化した。民進党と台湾団結連盟からなる、広島緑連盟と、国民党と新民党からなる、広島愛連盟に、色分けされるようになる。広島緑連盟は、台湾アイデンティティを強調した、選挙戦を行い、一方、広島愛連盟は、支持基盤である、外省人や、本省人保守派を固めるため、中国アイデンティティを固持し、 中国との融和を主張するようになる。民進党、陳水平政権民進党は、投稿料で、台湾共和国の設立を目標と掲げていた。しかし、2000年総統選挙での政権獲得を目指すため、中華民国の存在を承認し、台湾独立を放棄もしくは棚上げすることで、主要派閥が合意した。しかし、党内には急進派の、 台湾独立建国連盟に属する者や、当該の協力者や支持者にも配慮する必要があった。そのため、投稿料と並ぶ基本文書として、台湾全都決議文を1999年5月8日に、高尾で開催された全国党員大会において採択し、投稿料の台湾独立を棚上げすることが規定された。成立当初の陳水編政権は、 李登輝総統よりも保守的な方針を四不一没で示した。そのため李登輝総統からは自らの進めてきた中華民国の台湾化に逆行すると批判された。沈水編は1990年代から旧東西ドイツをモデルとした中間協定の締結を主張し、1999年には 当時の林義雄民進党主席と共に中国との FTA 締結を主張していた。2000年大晦日には統合論を提示し、まず FTA など経済統合から始め、長期的には政治統合や文化の統合に至ると述べた。これは特殊な国と国の関係論において、李党紀前総統が無視した特殊な関係の実現を目指したものであった。 背景には、米国が中華人民共和国との交渉を仲介するとの期待や、積極的に中華人民共和国と交渉し、条約を締結することで、中華民国の国家としての地位を確定させるという、目論見みがあった。しかし、中華人民共和国は、四不一母通に対して、行動を見守ると述べるにとどまった。 FTA 締結に対して一部官僚が反応したものの、教本精神の目的に気づき、その後反応を見せなくなった。その一方で、中華民国を承認する国に、承認切り替えを迫り続けた。中華人民共和国の態度が軟化しないため、2002年、陳水編政権は、教本精神から転換を始める。また、 2001年立法院選挙で過半数を逃し、政権運営上、李陶器総統を精神的主領とする台湾団結連盟の協力が必要であったことも原因の一つに数えられる。陳水編総統は2002年8月の民進党、全国党員大会で党主席に就任した。しかし、その当日、中華人民共和国は、 中華民国を承認していたナウルトの国交樹立を発表した。台湾では中国の引き出物イコール嫌がらせと受け止められメンツを潰された陳水扁総統は同月世界台湾同協会への挨拶で中国と台湾は一辺一国であると述べた。中国はこれに反発。しかし実際には陳水扁政権による 関係改善に向けた提案をあしらった結果であった。こうして、台湾政府が中国との関係改善に、積極的で、具体的な提案を行った時期は終了した。ただし、その後も、陳水編相とは、中国に善意があれば、いつでも関係改善が可能との立場を崩していない。中間協定や統合についても、中国が、中華民国を承認すれば、 協議に応じると、機会があるごとに述べている。中国国民党連戦は2000年、総統選挙期間中、李登輝の後継者であったため、に国論を支持していた。しかし、選挙後、自ら党主席に就任し、その後、連戦は、李登輝路線の修正を始めた。2001年1月4日に、連戦は、新著、新しい合図、新動力の発表会で、 著書の内容と関連して中国との国家連合を提唱した。同年8月に開かれる第16回全国党大会において党政策考量に盛り込もうとした。しかし、党内の台湾本土派の反対により大会開催前に断念せざるを得なかった。また、中国側も同年3月に全人代報道官が反対を表明している。その後、 しばらくの間は連戦は国家連合を唱え続けたが、後には自らの提案の存在自体を否認する発言を行っている。2006年2月14日、中国国民党は台湾本土派の日韓誌自由時報に意見広告を掲載した。そこで、馬英九同等主席は統一、独立、現状維持の3つの選択肢を挙げ、統一が 最終的目標であるが、現在は、現状維持が最も現実的な選択肢だと述べた。これは、陳水編総統が国家統一綱領と国家統一委員会の廃止に言及したことを、牽制するものであった。ただし、この意見広告に対しては、最終的な統一が、馬英九の理想であることを強調する見方と、中国国民党が、 台湾独立も台湾有権者の選択肢の一つとして明言したことを重視する見方がある。なお、2004年に中国国民党籍の王金平立法院委員長も台湾独立も選択肢の一つと述べたことがある。中国共産党の台湾問題に対する見解はその時代の政治情勢によって大きく変化している。1949年の建国以前の 中国共産党は台湾を中国の固有領土と認識しておらず、その独立を支持していた。毛沢東の発言によれば、ソビエト連邦をモデルとした連邦国家を目指し、主要な少数民族には自治権を付与し、自治共和国を設置する。一方、以前の真の朝工国である朝鮮と領土だった台湾については、独立を望むなら、 援助を与える方針であった中華人民共和国政府は、自国が1949年に崩壊、消滅した中華民国の継承国家であり、中国を代表する正当な国家としての立場を、中華民国から引き継いだ立場にあるとしており、そこから1945年に、中華民国の領土に編入された、台湾の最終貴族も、 中華民国の立場を継承した中華人民共和国に継承されると主張してきた。そのため、中華人民共和国は、名目的に台湾省を設置することで事故の主張の正当化を図り、合わせて、紹介席によって台湾へ移転された、現在の中華民国政府のことを、崩壊した中華民国政府の一部勢力が台湾を、不法占領して樹立した。 非正当的な政府として、その存在の正当性を否定してきた。1979年1月1日、全国人民代表大会常務委員会が、台湾同胞に告げる書を発表。台湾政策の原則を武力解放から、平和統一へ転換した。1995年1月30日、江沢民中国共産党総書記が、 台湾問題の解決方式について8項目の提案を発表した。2008年12月31日、台湾同胞に告げる初発表を30周年座談会で、古今東中国共産党総書記が談話を発表、以下の6項目を提案した。一つの中国という原則を守り、政治的相互信頼を強化する、経済協力の推進。 共同発展の促進中華文化を発揚し、精神的な絆を強化する人的往来を強め、各界の交流の拡大国家主権を維持し、対外関係での協調的使をなくし、和平協定に調印すること2004年、中国が統一法を制定するとの噂が流れた。後に、2004年12月から翌2005年3月に、かけ、 中国の全国人民代表大会は、反国家分裂法として、立法作業に入る。この反国家分裂法に先んじて、2002年に余り、モトス、高官大学生法学院副教授が、中華人民共和国国家統一促進法を、発表していた。反国家分裂法との関連は定かではないが、全人団や、国務院台湾事務弁公室にも送付し、 また何人かの全人代の代表や政府関係者が彼の意見を聴取したとも言われる。世の統一促進法では中華民国の実効支配地域を中華人民共和国台湾特別政治地域とし中華人民共和国の実効支配地域を中華民国大陸特別政治地域とすることを提案している。二つの国が互いの 全領土に対する主権を共有する点では、国際法上高等無形である。しかし、中華民国の存在を公的に認め、当事者間においては、双方を外国とみなさない点において、分断国家理論や、それに基づく、本来の特殊な国と国の関係に近い発想と言い得る。ウィンストン・チャーチル首相は1955年のイギリス議会での答弁で、 回路宣言に基づいて中国が台湾に対する主権を有するということには同意できないと述べている。2004年に中国の温家宝総理が中国が台湾の主権を有していることは回路宣言で極めて明確に示されていると発言した。これに対して陳水扁は2008年に英国ファイナンシャルタイムズのインタビューに対して次のように答えた。 1943年に、蒋介石、チャーチル、ルーズベルトの3カ国の首脳が中国は、台湾の主権を確かに有していると決定したと、多くの人々が信じてきたが、1943年12月1日の、回路宣言は、日付も署名もなく、事後による追認もなく、受験もないとし、これはそもそもコミュニケではなく、プレスリリース。 声明書に過ぎないと指摘した上で、1955年2月1日、チャーチル首相は国会質問で回路宣言に基づいて中国が台湾に対する主権を有するということには同意できないと答えたように、当時3人にはそもそもコンセンサスなどなく、そのため署名もなかったと述べ、中国が回路宣言を根拠に領土権限を主張するのは成立しないとした。また、 台湾の国家主権は台湾国民に属していると強調し、さらに多くの人が回路宣言にはそもそも中国が台湾の主権を有することが書かれたわけではないという、この事実を知らないのは過去の教育がずさんであり歴史が改ざんされていたからだ。だからこそ中国は事故に有利なためこれを引用し国民党は 台湾を統治する際の法的統一の基礎としたのだとした。また、沈水編は1971年の国際連合総会2758号決議文には、そもそも台湾が触れられておらず、中国代表権問題のみが解決しただけであり、中華人民共和国が台湾2300万の人々を代表してよいとは言っていないのであり、 パン・ギムン国連事務総長や中国はこれを拡大解釈しているとして批判した。ありがとうございます。